トレス素材は普段の私のイラストよりも等身が高いので描きやすくするために調整していきます。ツール選択ウィンドウから投げ縄ツールを選択します。顔を囲んで移動変形ツールのパーツ変形で形を整えたら Before After 描きやすくなったね。トレス素材のレイヤーの不透明度を薄くしてトレス素材のレイヤーの上にレイヤーを追加しよう。いつも通り絵を描いていこう。トレス素材のおかげで難しいでもスラスラ描けちゃうね。完成。みんなもトレス素材を使って